When everything is on, we light a candle. We're breathing really slow without us. We're waiting for the dawn with empty bottles. You turn around when I wanna kiss. 皆さんこんにちは、メカです。今日は埋め込みネイルのやり方というのを紹介したいんですけども、じゃあこっちのシアー感のある埋め込みネイルか、こっちのミルキーな埋め込みネイルか、皆さんはどっちの方がお好みですか？今日は両方とも紹介したいと思いますので、皆さんぜひぜひ自分の好きな方とか、もしくは両方挑戦してやってみてください。それでは早速こちらの埋め込みネイルのやり方紹介していきます。どうぞ。最初はシアー感のある埋め込みネイルを作ります。ベースカラーにグレースチルの234番を塗ったら、一度ライトで硬化します。そしたらその上からレティシアのパーマネントローズを塗ります。全体に塗るのではなくて、少し塗らない部分も残しておきます。ではその上からクラッシュシェルを順番に並べてライトで硬化します。では未硬化ジェルを利用して金箔を散りばめます。また爪の形をきれいに見せたい場合は、爪の中心にシェルや金箔を置くと形がきれいになります。そしたら上からレティシアのカドミウムクリアオレンジを全体に塗ります。ではライトで硬化します。そしたら部分的にパーツグルージェルを塗ったら、その上にゴールドのお好きなパーツを散りばめてください。できたらライトで硬化します。そしたら再び一番最初に使ったグレーステルの234番を少しだけ塗っていきます。ではライトで硬化します。そしたら再びパーマネントローズ、こちらも部分的に少しだけ塗って、バランスが取れたらライトで硬化します。では上からノンワイプトップジェルを塗って全体をきれいにコーティングできたら、ライトで硬化しましょう。これでシアー感のある埋め込みネイルの完成です。続いてはミルキーな埋め込みネイルです。こちらのベースカラーにはレティシアのライトベージュを一色塗りしてライトで硬化します。そしたらその上にレティシアパーツグルージェルを塗って、先ほどと同じようにクラッシュシェルを散りばめます。できたらライトで硬化しましょう。そして同じように金箔を散りばめます。また金箔をのせた後に、金箔の浮いている部分はブラシやシリコンブラシを使って押さえつけてからジェルをのせるといいです。でグレースチルの234番をまた少しずつ全体に散りばめるように塗ってライトで硬化します。そしたらレティシアのピーチとメルティのクリアジルをパレットの上で混ぜて、シアー感のあるピンクベージュを作ります。それを上から全体的に塗っていきます。この時シェルや金箔を全て埋め込んでしまわずに、一部分だけ綺麗に見えるように残しておくというのがポイントです。では上からレティシアノンワイプトップジェルで全体をきれいにコーティングできたら、ライトで硬化します。はい、完成です。左側がシアー感のある埋め込みネイル、右側がミルキーな埋め込みネイルです。いかがですか？やり方は結構似ていたんですけども、色使いを変えるとこんなにも仕上がりが変わってきます。皆さんはどちらの方が好きですか？どっちもとても簡単で、すごく魅力的なデザインだと思いますので、ぜひぜひやってみてください。また今回は全部塗りましたが、根元を開けて逆フレンチのようなデザインにしても可愛いと思います。また中心にだけ乗せてパーツみたいにしてもいいと思いますので、いろいろアレンジしてみてください。以上でシアー感のある埋め込みネイルとミルキーの埋め込みネイルのやり方でした。はい、皆さんいかがでしたか？でミルキーな方は冬の今の季節でも十分使えますし、夏でも全然いけます。もうどちらも本当にオールシーズンいけるデザインとなっていますので、ぜひぜひ季節にとらわれず皆さんいっぱいやってみてください。そしてオールシーズンいけるネイルデザインといえばですね、この間こちらの夏でも冬でもいつでも使えるネイルデザインの企画、こちらの動画をアップいたしました。この動画まだ見てないよという方は、この動画の詳細部分にリンクを載せておきますので、チェックしてみてください。では今日みたいなちょっと比較
り方を紹介するような動画良かったよとか、他にもこんなんやってほしいというご意見などありましたら、コメント、そしてグッドボタンなどで皆さんの評価を教えてください。また他にもたくさんメールの動画配信しています。チャンネルを気に入ってくださったらチャンネル登録もよろしくお願いします。では皆さん、今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらまた次の新しい動画でもお会いしましょう。ミカでした。バイバーイ。